そう、大通知小物ともあろうお方が熟考という気が遠くなりそうな長い間道場で座禅をしておられたのにもかかわらず、一向に仏法が厳然せず成仏されなかったというのはどういうことでしょうか。和尚、そりゃあそうだろ。皆さん、座れば悟れると思って日夜励んでおられますよね。しかし、待てど暮らせど悟りの差の字も現れない。はて、一体どうなっているのか。この僧も同じ思いだったのに違いない。そこで僧はこう尋ねた。大通知小仏が長い間座ったけれども成仏されないのはなぜでしょうか。和尚がこう答えた。仏が座って仏になるわけがない。初めから仏なんだから。衆生本来仏なり。白隠禅師座禅和さんといえば、ああなるほどと思われた方、頭で考えたので、まだ分かってはいないということになります。白隠禅師は、わざわざ本来とおっしゃった。では、一中座れば一中の仏というのはどうでしょうか。お寺さんに行って、座部に座り、足を結跏趺座に組み、手を北海上院に組み、背筋をまっすぐに伸ばし、眼を半分開き、これらは体を座った形にしたというにすぎません。厳しいことを言えば、そこらの庭石と変わらんなってことです。こんな調子でたとえ5年50年500年やったところで悟りの境界に達することは難しいでしょう。禅の修行とは何か、ここを押さえておかないとやってることが無駄になります。禅の修行とは何か、